湖畔から見上げる温泉施設東野温泉は北海道阿部田郡東野湖町東野町にある温泉。東野湖の北西岸、東野町市街地南部に位置する。ホテル、東野山社員と町営の日帰り入浴施設、東野憩の家が隣接して建っているが、口述の通り、ホテル、東野山社員は2013年に廃業した。高台に位置しており、東野湖を眺めながら入浴できる。 共に源泉掛け流し方式。温泉スタンドも設置されており、温泉水を購入できる。近隣には温泉を治療に利用する、東野温泉病院がある。1997年5月1日、環境庁国時代22号により、東野、日玉木温泉として、国民保養温泉地に指定。平家湯湯所は、東野村に位置していたため、温泉地名も、東野村温泉であったが、 2006年3月27日の阿武田町と東屋村の合併により東屋村という地名が消滅。以降、東屋温泉と温泉名を改めている。2013年3月31日にホテル東屋サ社員が廃業した。運営会社の有限会社ホテル東屋サ社員も同年5月29日に札幌地方裁判所室蘭支部より破産手続き開始決定を受ける。 北海道倒産インデックス、06ホテル、東野サンシャイン、東野古町、ありがとうございます。